ションで来んの。いやー来ちゃいましたよ。違うじゃんね。え、そんなじゃなかったじゃん。いや本当に今まで、いや最初だけ上げとかないと、うん、いや俺いろいろ今日来させていただく前にね、うん、まあ今までの収録とか、うん、いろいろちょっと聞いたりしたんですよ。本当？で過去のその、まあ、パーソナリティの方だったりとか、うん、まあ、ちょっと僕も前回違うタイミングで、うん、こちらの方に来させていただくことがあって、うんうんうん、皆さん本当にすごくローテンションでやられてるので。そうだね、まあ、やっぱり時間も時間だしね、うん、そうだから、うん、あえてそこは入り口だけでも違う感じでいこうかなという気合、そういう気合入ってやってくれたんだ。はい、これどんどん下がってきます何か今のがマックスです。途中でエナジーが欲しいと思ったら、はい、好きなエナジー取り入れてくれて構わないので、さっきまでちょっと別で、うん、お酒飲んでたんですけど、一緒にいたもんね。そうなんですよ、一緒にいたじゃん。一緒に飯食ってた。そうなの、ね、やっぱり飲んでる時っていうのは最初から最後まで飲んでるから、うん、そうだよね、眠くならないけど、うん、やっぱり飲んでる時に急にお酒をやめると、これやっぱ時間帯的には眠くなる時間帯だよね、うん、それがすげえ心配だったんだよね。そう、あ、こいつ寝るんじゃねえかと来ねえんじゃねえかそう、それが一番怖かった。いや来ましたよ。 その話してたじゃん、うんうんうん、来ないかもしれないって。そう言ってたね。さすがに怒るって言ったもんね。そうそう言った言った。初めて怒るかもしれない。たまにあるからねそういうこと怖いわ、はい、もう我々出会ってから何年だろうね。いやもうやばいよ。ていうかあれじゃない、そういうことも含めて、うん、出会いとかも含めて、うん、こうやってなんかちゃんとこう電波に乗せて喋るのは初めてなんじゃないですか。初めてだと思う。多分ほとんどの人がワンオクロックとスーパービーバーのつながりすら分かってない。ああ、そうだよね。でしょ。多分要は今年のワンオクのツアーに俺たちが宮城に呼んでもらったところからって思ってる人もきっといっぱいいると思うんだよね。そうだよね、うん、全然違うんだよね。全然違うんだよね。なかなか古い付き合いですからね、うん、だって10代だったよね。そうですよ、17歳ぐらいぐらいの時に、うん、まあ、ピンクノイズで、そう、ピンクノイズ二子玉川のピンクノイズで出会って、はい、そうですよね、はい、最初に対話した時は俺口聞いてなかったと思う、ね、聞いてないよ。だってあの時のあなたの服装、まあ、俺も人のこと言えないかもしれないけど、うん、やばかったから。そんなことない何着てたっけ。まず前髪がパッツンだったでしょそうだね、本当にお椀を乗っけて、うん、それになぞってハサミを入れたみたいな髪型してたじゃないですか、うん、当時は一番かっこいいと思ってたわ。それそうでしょ、うん、しかもジーパンを本当にギザギザに切って、うんうん、切りすぎて半分ホットパンツみたいな状態のパンツ履いてました、ね、はいはいはい、履いてた履いてた。でピチピチの T シャツ、うん、でポケットからは、うん、携帯につけた、うん、だいぶ大きめな携帯よりも大きいストラップがこう顔を出している。こういう変な言い方したくないけど、要は黒歴史ってやつだよね。そういうことですね。なあ、やばいやつです。覚えてるわ、はい、でその時からさ、めちゃくちゃ人呼んでたイメージがあるの俺は。うん、そうね、うん、まあ、やっぱり無駄に友達だけは多かったから、うん、やっぱりこうそれぞれいろいろあってバンドやってるっていうところで言うと、うん、なんかこう自分たちがライブハウスで何かをやるときは、うん、その少なくともお客さんは入れたいなっていう、うん、ちょっと変なプライドもありましたしね。いや、それはねあった方がいいと思う俺は、はい、だからもう毎回ライブするたびに友達にメールして、うん、来てっつって。いや、そうだよね、始めたばっかの時そうだったもんね。そうですよ。これメール来てますよ、はい、ラジオネームリアチカ。そういえば先週ブーヤンが最初は仲が良くなかったって言ってましたが、仲良くなかったって、うん、若気の至り的なムカついてたこと喧嘩なんてありましたか。仲良くなったきっかけとかあったらぜひ聞きたいです。喧嘩はしてないね。喧嘩はしたことない。喧嘩はしたことないね。喧嘩したことないけど、やっぱり若い時はさ、こうトゲトゲしてるじゃん。そう、お互いにね、お互いにしてたり、どんなやつなんだろうっていうのさ、うん、やっぱ気になってたし、うん、でまあどんなスタンスで音楽やってんだろうみたいなこともあったじゃない、うん、俺は一番最初に「おっ!あっ!」って思ったのが、はい、MC を丸々1個使ってワンオクが出番が最初だった時に、うん、その後に俺たちが出るっていう順番だった時に、はい、MC 丸々1個使って次のバンド見てけって言ったんだよ。ああ、はいはい、覚えてる。いい、はいはいはい、言いましたね。あれ聞いた時に、あ、なんて熱い男なんだろうって。いやいや、あのね、うん、なんて言うんだろう、やっぱその当時、その、まあ、
もともとやってた、その自分たちのお仕事の流れもあって、やっぱりどうしてもこう女性の方とかね、興味本位で見に来る方もたくさんいらっしゃったわけですよ、でライブハウスっていう場所は自分たちはねやっぱバンドやり始めてちょっと立ってるから、いろいろなルールも分かった上でそのステージの上に立ってるんだけれども、やっぱりそれをこう興味本位でだったりとか、なんか怖いもの見たさで来るお客さんたちは中にもいて、ハイヒールで来てたりとかさ、いろいろあったわけですよ、問題がね。でその中でやっぱりこう自分たちの出番が終わるとすぐ帰ってしまうとかっていうのは、自分たちがその空間で何かをしてるっていう立場からすると、なんかちょっとやっぱ切ないよね。対バンっていうのはやっぱりこう自分たちだけじゃなくて、そうだね、ね、出てるバンドも含めてライブだから、だからそういうことが結構続いてたんですよ、どこ他のイベントに出ても、だからなんかそういうこうなんていうんだろう、見に来てるお客さんがそうだとバンドもそういう色に見えてしまうというか、そういうとこちょっとあるじゃないですか。あるね。だからそこも含めて楽しんでいただきたいなということで、まあだから別に多分好かれようとかそういう気持ちで言ったんじゃないと思うんだよね。いやすごくだからなんつうの、それこそ打算的じゃなくてピュアな気持ちで言ってんだなっていうのが分かったから、あこいつ真面目なんだなと思ってそれ言う、すげえ、いや思ったもんすげえ真面目なんだなと思って、ね、それからなんか興味が出てきて、話したいなって思うようになってきて、だし今回のさ、マオクが回ってた対バンツアーもさ、その対バンの意味みたいなもののさ延長上にあるじゃない、それがそのスタンスが今でも変わってないっていうのが、なんかねうおってなったよ。いや嬉しいですよ本当になんでこんな話してんだろうね会って10年以上経ってね、こういう話を改めてするっつう。でもさ、機会がないじゃん。すっげえ関係ない質問来たよ。ラジオネームきっちゃん、2人がカラオケに行くときどんな曲歌いますか。すごいね、カラオケね、ぶった切ってきたよ。この前行ったときは何歌ってましたっけ。俺たち、はい、VN 何歌ってた。俺それこそ愛子さん歌ってた気がするよ。あ、そうじゃん。そうだよ、愛子さんの歌歌ってたの。めっちゃ良かったよねあれ改めて言われるとあれめっちゃ良かったよね。いやさ、本当にさ、さっきもさ、二人で飯食った時さ、話したけど、こっぱずかしくて、こっぱずかしいっつか、なんかこうタガの前で歌う歌うっつうの、なんか妙な気持ちになるんだよねそれはなんでですか。え、なんかさ、要は聞いてるわけじゃん、俺歌ってタガそれ聞いてるわけじゃん、不思議な気持ちになるんだよね。なんでやめてやめてってなる。なんで恥ずかしい。恥ずかしい、裸にされてる気持ちになるの。いや全然そんな気持ちで聞いてないですけど、ね、マジ。タカはでもパーって歌うよね。あのね、知ってる人の前だけかな。あ、そうなのか、やっぱり急にね、知らない人のいる場所で、カラオケで歌ってくださいってなるとさ、これどん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 やっぱりこう1曲歌うと2曲、そうだね、2曲歌うと3曲、それが人の曲ならまだしも、どん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 やっぱりワンオクロックになってくるわけですよ結果的にね。それはやっぱね、分かる分かる、ちょっとしんどいから、まあ、なるべく知ってる人の前でだけですかね、はい。基本的にさ、あの自分たち以外だと好んで誰の歌歌う。いやどうなんだろう、でもやっぱり昔の人の曲も多いかな、最近だとあの玉置浩二さんのメロディーとかすごくハマってますけどね。いい曲ですよね。いいね、はあ、好きですね、はあ、これはね、聞きたがる人いっぱいいると思うよはい、来てますよ。ラジオネームあかね。ブーヤンは30歳、タカも来年30歳ですが、世間の30歳男子といえば結婚して子供がいたりしますが、2人の結婚観ってどんな感じですか。子供の頃30歳になったらどんな風になってると思ってましたか。どうだ、子供の頃の30歳、逆にどうでした。俺はね、あの結婚してもう子供いると思ってた、30で、思ってた。あ、本当。あの言っても学生の頃とかだけど、20歳になる前だね、要は音楽をやる前は、音楽やる前ね、もう完全に30歳って自分の中では完全に大人だったから、立派な大人でお給料をちゃんとねもらって、奥さんと子供養ってってやってると思ってた。ああ、そう思ってなかった。
俺はなんかね漠然と自分がスーツ着てる絵だけは想像できてた。あ、え、スーツ着てる絵が想像、スーツ着てる絵を想像してた。できてたとかでしてた。スーツ着てると思ってた。うん、なんか仕事は分かんないけど、うん、30歳って言うともなんかスーツ、うん、とりあえずはサラリーマンってことなんだろう、うん、と思うけど、うん、なんかそういう感じのイメージがあったかな。はあ、スーツ着て、これ結婚感ってすごくざっくりと言ってるけど。結婚ってさ、うん、いやメンバーがね、うん、もう2人結婚して、ね、まああのお子さんも生まれまして、そうだ、おめでとうございますね。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あのそれだけで変な気持ちなんですよ。うんうんうん、やっぱり、うんうん、自分の言ったら一番近い友達、うんうん、もしくは家族、そうだよね、兄弟みたいな感じのところに、うん、なんかその増えるわけじゃん家族、うん。しかもそれってさこう。分身なわけでしょ、はいはいはい、なんかこう責任感は俺も勝手に出てくるというか。ああ、まあそうだね、メンバーがそうなったらそうなるだろうね。そう、うん、やっぱり、ああじゃあ自分がね例えば歌えなくなってしまったら、うん、この人たちの人生をひょっとしたらちょっと止めてしまう可能性があるわけじゃない、うんうん、それは人間だから別にさ、うん、最終的にはなんかできるけど自分で、うん、でも今やってるもので幸せを築こうとするならば、うん、自分がもっとむしろ健康でいるべきだし、はいはいはい、もっとやっぱりちゃんと責任を持って、うん、ちゃんと前を向いて、うん、これからもしっかりと歌を歌っていかなきゃいけないんだなっていう、はい、自分のことじゃないけど、うん、でも自分のことのように、うん、やっぱり感じるよね、はいはい、だからいや僕も今そのアメリカにいることが多いですから、うんね、メンバーと会うことも本当すごく減ったんですよ。そっか、そうかそうか、はい、すごく減って、うん、で久々にやっぱりこうこの前会ったのね、うん、この前というか5日前ですかまあまあこの前久々に会った時にやっぱりすっげえ嬉しくて、なんて言うんだろうね、実家に帰ってきておばあちゃんに久々に会った時の気持ちにちょっと似てて、あ、うんうん、あなんかやっぱりこいつら大好きだなってこう改めて思える感じというか、うん、なんかそういう関係性の中でずっと今までも来てるから、はいはい、自分がもし結婚をするとなれば、うん、逆に相手がそれに対してどう思うんだろうっていうことを気にしてしまうかもしれない、ね、どう思う、それに対して何、いや自分が結婚したりすることに対して、うん、メンバーとか逆にどう思うんだろうなっていう感じ、うんうんうん、だからあくまでも自分のことというよりも、うん、メンバーがどう思うかっていうことを結構気にするよね。なんかわかるかもしれない、それは、うん、でも だいたいバンドのボーカルってさ、うん、結婚一番遅いわけじゃん。だろうね、結局は。なんかわかるよ、まあ、やっぱフロントマンで、うん、一番やっぱりね、うん、形としてはとんがった部分、うん、例えば5人いたら五角形だし、うん、3人バンドだったら三角形じゃん、うん、そのやっぱり一番とんがってる部分にてっぺんの部分にねいるわけでしょ、うん、だからやっぱそういう人って、うん、まあリーダーとかじゃなしにやっぱその空間を引っ張んなきゃいけない状況、うんうんに置かれてるわけで、うん、そういう人間がやっぱりこうなかなか結婚して子供産んだりとかって、うん、なんかどっかでちょっとしちゃいけないんじゃないかっていう気持ちがちょっとない。なんとなくそのてっぺん の、うん、あのとんがってる部分だけど、その一番とんがんなきゃいけない部分が少し丸くなる気がするんだよね。そうそう、そういうこと。わかるわかる。だからなんかいやそんなことないんだけど、うん、そうだよね。ただなんかそんな気がしてるだけで、うん、いやでもねわかんないけど俺はそんなことないってなんとなく今の段階で言い切れないんだよね。うん、なるほど、ね、要はその部分がとんがってる部分っていうのが、うん、それによって俺なんか少し変わるかもしれないっていうのはちょっと思ってる。なんかなるほど、ね、あのねもっと大きなところで言えば大きな懐で言えば、うん、そんなことはないのかもしれないけど、確かに今の俺がそうなったら俺はね、うん、守りに入る気がする。いやでもだからそのメンバーとかあってさ、うん、やっぱりちょっと違うもんね。なんかいや、うんうん、勝手な自分のなんかこう妄想かもしれないけど、うん、なんかちょっとやっぱ優しくなった気がする。あだから自分も優しくなるのかな。えでもまだ結婚はないかな。いや俺もねまだないかなって思っちゃうんだよね。でもこれをさ一体何歳まで言い続けるのかだよね。まだないかなっていうの分かんないよね。怖いね。ただこれあれでしょ、質問的には結婚するんですかしないですかじゃなくて、どんな感じですか。結婚感でしょ、うん、結婚感、まあいいんじゃない、だいぶ踏み込んだところまで。そうね、うん、いや話したから。結婚するんだったらやっぱり、うん、
ね、楽しくいたいですよね。そうだね、そうじゃなきゃダメな気がする俺も。うん、俺の周りみんなもう結婚して子供いるからさ、今まで遊んでた人たちが、それを見るとやっぱりいいなとも思うけど、大変なんだろうなとも思うし、大変そうな目は見えるよね、友達のそういうの見てるとね。そう、そこに自分が踏み込める自信がまだないよね。わかる、あのそこにね、ウェイトを置きたくない感じはなんとなくまだ知ってるんだよね。まだね、まだまだ、それは本当にまだって言われたけど、まだしゃかりきやりたいっていう、そんな感じです。ゲスト来ております、自己紹介お願いします。ワークロックのボーカルタカです、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあこの時間は我々が音楽家が2人揃ったということで、はい、さっき放送前に2人であの日本その地下にあるね、はい、レコード室に行ってきました、はい、あの10万枚 CD やレコードが10万枚眠ってるらしいよ。いやだからあやっぱさ、今この世の中ってデジタルじゃないですか、で言ったらラジオも、もう言ってもデジタル化してってるわけですよ。 そうだね、その中であえてやっぱりこういう放送局がちゃんと地下に10万枚もの CD を保管しておくという、このポテンシャルですよ。そうだね、これやっぱり素晴らしいですよね。いいよね、独特のさ、レコードから漂うカビ臭さみたいなのさ、なんかもう探せば探すだけ出てくるみたいなの感じは、そうですよ、ワクワクしたね。あれだってね、大変ですから保管するのも。本当だよ、ただじゃないですからね。本当よ、本当よ、このちょっとしたもう本当一瞬のこのテーマのためだけに、毎月いくらかかってるんだっていう話になっちゃいますから ね、なんかね、放送局の中では一番多いと音源が言われているらしい。へえ、ね、本当なんですか、本当なんですか、本当らしいしか言わないんだ。ここまでやっちゃうと逆に今度ね、亡くなった時っていうのが、いやショックですよね。悲しすぎるよね。ね、まあ、でもいつか亡くなるんでしょ、分からん。そんなものはだって時代もありますから、ね、でも今はやっぱり10万枚もまだあるっていうことで、俺は貫いてほしいななんかさそこはね、そうね、持ってるのなかなかさ、今じゃ絶対見ないさ、8ミリシングルっていうの、あの、8センチシングルだ、ごめんなさい、はい、8センチシングル真ん中でバキンって折れるさ、はい、長細いやつとかもさ、懐かしいですね、ずらーってなれたじゃん。あった、あれは不思議、ワクワクしてる、ワクワクするよね、懐かしいよね。ということで本日はですね、その中から音源をちょっと2人でピックアップしてきましたんで、はい、まあ、せっかくなんでこうアットホームな感じでなんか音源かけながらこんなの選んできたよみたいなのね、かけながらちょっと喋っていこうじゃないかなと思いました。OK、はい。じゃあちょっとタカが何選んだか。俺ね、俺はすごいよ。何？すごい、まあ大体こういう時ってあれでしょ、みんな。センチシングルの。あの洋楽来ると思うじゃん。うん。思ってる。全部邦楽です。おお。なんか、なんか一個、なんか一個かけようよ。じゃあ、まず最初はこれからいこうかな。まあ今日ここに呼んでくれてという意味も。そう。込めて、あ、そんな含みがある音源があるんですね、はいはい、井上陽水さんと奥田民生さんのありがとうという曲なんですけど、いいじゃないですか。これ僕いつだったかな、何歳の時だったかな、この時期っていつだろう、書いてある、書いてあるかな、まあ、でも確実に小学校とかかな、1997年、だから俺ら10歳とかだ。そうだね、じゃあ小学校だね、すごいね、1000円。そうですよ、この形、今 LINE LIVE で見てる方は分かると思うけど、この形の CD 見たことないって人もいるでしょ、いるんじゃん、置いてあるんですよ。私物ですか、これは。これはですね、私物でないです、この放送局のもの。そう、うーん、なんかいっぱい俺はねレコード持ってきたんだけど、じゃあ俺も、あ、俺は洋楽行こうかな。じゃあそうでしょ、俺は洋楽行きましょう。そう来ると思ったんだよねバランス取ってくれたの、うん、ありがとう。そこはね、じゃあね、俺はね、あのディープパープルのライブインジャパンという、ね、版があるんですけど、はいはい、なんでこれを選んだかというと、まあ、あの LP を聴くきっかけになった版でもあるんですけど、はい、このライブインジャパンのジャケにどうやらうちの父ちゃんが映ってるらしいというところ、あ、父ちゃん見に行ってたんですよ。だからこれはね嘘じゃないと思うんだけど、いや嘘ではないけども、うん、絶対誰でもつける嘘じゃん、それ。本当にね、もういっぱい人がいるから。そうでしょ、このジャケの中には似てる人っていうかね、顔がほとんど見えないんですよ。そもそもだってこれもう探、うん、もう人の顔でもないじゃん、わかんないじゃん。父ちゃんはね、なんか真ん中あたりの白い人を指してね、この白いのが俺だって。絶対嘘だよそれこそがまさに嘘だと思うじゃあちょっとかけてみようか、LP。 これレコード知らない人もいるだろうね。
いや、いるし、俺だって全然知らないもん、レコード。家なかった？ないね。俺、高校の時にさ、あの、レコード漁るの流行、あの、自分の中で流行ってて、うん、ディスクユニオンとか、学校の帰りに行って。下北？そう、あれ、俺はね、新宿行ってたの。新宿、ね、新宿のユニオン行って、かけてたんだけど、ちょっとね。新宿ね。よし。じゃあ、1曲目から行ってみましょう。これね、針を落とすんですけど、マイク乗ってる？帰国子女でも何でもないからね。はい、ということで、そんな綺麗な発音の方は多分一歩もないと思うけども、今週も花ソニキッズから取れた花歌をどんどん紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、花ソニック、花ステージ、ラジオネーム北の指差しボーイ。それではお聞きください。北の指差しボーイの花ソニです。タイトル、センキューグッバイ。ルル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 ルちょっと俺はグッときたんだ。お、何ですか？高校の卒業ライブで演奏するために作った曲を、はい、北の国らしくルルルで話すにしていました。結局演奏せずに終わってしまったので、あら、ぜひこの花ソニの舞台で日の目を見せてあげたいです。へえ。どう？いや、入り口好きだから、ダララ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 。いいよね。ちょっとね、俺ね、それを踏まえ聞いた時に、あ、なんかグッとくるわと思った。ね、なんかコード乗っけたらいい感じになりそうですけどね。ちょっとそれ踏まえもう一回聞いてみてもいいですか？はい、タイトル、うん、センキューグッバイ。ルル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 ル。最後ちょっとグッバイ足した感出てるけど、ね、あのね、絶対そうなんだ。絶対オリジナルのものがあって、このたまたまフレーズがグッバイやったから、うん、足すんならここしかねえと思って入れたんだ よ。本当はだから、そのやっぱそういうもんですよ、うん、鼻歌って、まあ、そうだな、鼻歌ですから、うん、やっぱりそこに文字を入れろってなると、うん、大体の人間がどっかに足してメロディーを入れてしまうんですよね、うんうん、でも典型的な例だと思います。割と透けて見えたね。そうだね、最後の、うん、グッバイがそこかみたいな。でもなんかこうメールも踏まえ、なんかね、演奏できなかった曲がここで日の目を浴びるというのはなんかすごくいいんじゃないかなって。いや、すごいいい曲だと思うけど、いい曲だったしね、うん、と思いました。さあ次行ってみましょう。花ソニック、花ステージ、ラジオネーム、アラモード。さてさて、ちょっと盛り上がりすぎまして、はい、大事な告知とかも4時台に後回しすることになってしまいましたけど、いいですよ告知なんて。そんなものは悪いね。いいえいいえ。どうだね、この時間のラジオは。いや眠い。いやすげえわ。そうでしょ、眠いよね。えらい。もうね、ようやくだよ。ちゃんとじゃない、ちゃんと自分で言うことじゃない、あの、しっかりとできるようになってきたのね、ようやく最近っす。そう、うん、俺だったらいびきの日とかある。そういうのね、放送事故っていうの気をつけて。はい、じゃあ4時台も引き続きよろしくお願いします。さて、それじゃあ次はタカ君の番でございますけど、僕の番ですか。はい、僕はですね、はい、成功法と。お、我々の。もうこれ俺聞いた時普通にビビった。本当、あの、海外にいたのよ、うん、海外にいて、うん、普通にバッと聞きまして、うん、PV も見まして、うんうん、わあ、この曲超かっけえなみたいな。いや思いましたね。今ロックバンドで本当にやっぱり、まああるよ、自分の思い入れも、うん、もちろん当然あるけど、うん、やっぱり普通に純粋にちゃんとロックバンドでかっこよくて、うん、歌もよくて歌詞もよくてみたいなところで言うと、僕はやっぱスーパービーバー大好きなんですよ。ありがとうございます。だからその中で、うん、今ね、流れも来てると思うし、うん、そのタイミングの中であの曲を出せたってすごいことだなって思うんですね、うんうんうん、でもそれはやっぱりバンドが持ってる運命だったりもするから、う
かっこいいですねあの曲またタイトル成功法って言ってくれるのだからね嬉しいわ。いや素敵ですよ、うん、ただただ普通にやっぱりかっこいい、うんうん、なんかベタではないし、うん、始まり方もそうだし、あのギターの感じ、ベースの感じ、ドラムの感じ、ボーカルの感じ、メロディー、歌詞、うん、僕の中では全てが結構ヒットしてます。うわ嬉しいわ、はい、なんかこのタイミングでね今までしてこなかったこととか、うん、いろんなことをちょっとしてみたいなって自分たちで思ってて、うん、要は今回コンセプト的に6曲のミニアルバムっていうものを出したんだけど、うん、まあステージであったりとかこう受けてくださる方がどんな風にっていうのも少し視野に入れながら、うん、自分たちがステージに登った時の景色とかもいろいろ考えながら作ったもんだから、うん、なんかそういうのでね作ったものに対して言ってくれるとやっぱすごく嬉しい。いやもう純粋にかっこいいですよ。ありがとう、はい、僕は本当に好きです。だからあのねインスタにもさせていただきましたけど、そうですね、サンキューね、すごくいいですよね、うん、これはもう単純に多分知り合ってなくても、うん、普通に聞いたらかっけーって思ってたと思います。嬉しい、はい、じゃあ早速聞いていただきましょうか、はい、じゃあちょっとタカ君紹介してくださいね。はい、じゃあそれでは僕が選びましたスーパービーバーの一押しの一曲でございます。ありがとうございます。聞いてください。成功法